バイバイ。今日トリッピーじゃないの？トリランさんがトリランさんがやったの見たぞ。トリッピー。トリランさんだ。じゃあレッツゴー。これね、あの全員強人、今日強人しかいないんで、あのまさに進まねえなとか早くやれやって思うかもしれないですけど、あの強人全員のあの強人の役割が割り当てられてるので。狂った人間しかいないので、不可能です。すみません。虹紫。ボタンを押すのはちょっとやめようか。じゃあ。ボタン、本当にもう、絶対後半で必要な時以外は押さんとくか。いや、マジで。マジでお茶濁しにと一旦ちょっと押してみるかみたいな感じで、よしよしこれなら死んでないなと思って押したら死んじゃってたからな、さっき。いや申し訳ねえと思いながら、あ、バイバイ。今日トリッピーじゃないの？トリランさんが、トリランさんがやったの見たぞ。トリッピーか。トリランさんだ。今俺さ、どっちか分かんなかったんだよ。え、なんかさ、トリッピーと、はい、トリッピーしています。はい、俺がロア、ロアエンジンから流れてきてセキュリティ入ったら、はい、トリランさんが戻ってきてるのが見えたんだよね。あのセキュリティが出てるところが見えて、俺を見た瞬間に、はいはい、なんか戻ってレポートアセットした。全く同じように見えてます僕からも。俺ね、直前までリアクターでトリナン先生と一緒だった。あのね、俺リアクターに、うん、あ、そうだよね。よかったよかった、愛の先生。いや、え、待って、でもね、死体が俺ね、リアクターの真ん中のロングタスクを途中で切り上げたのよ。小色ちゃんがセキュリティに一人で行ったの見てたから、うん、ちょっと嫌だなと思って、あのミュート遅かった、ミュート外すの遅かったから、どこで死んだのかな、どうしたのか教えてほしい。セキュリティで小色ちゃんが死んでて、はい、トリナンとトリッピン殴り合い2人とも2人をローラーすればいいんじゃないの？2人とも死んでた？なんか死体が2つあったみたいなのがいたの？あ、わかんない。タラチョの死体はわかんなくて、で、セキュリティから2人出てきたように見えて、俺。で、トリッピーと、あのもう1人が誰だったかちょっとよく 見えてなかったんだけど、2人目がトリッピーだったから、トリッピーの方ははっきり覚えてて。いや、トリナンさん、入ってみんなトリナンさんの声あの聞かなくていいよ、トリナンさんの意見。マジで嘘っぽい。いやいや、ガッツリ嘘ついてる。それっぽい、それっぽい。多分ね、アイム戦士、直前までいたんかもしんないけど、多分、キルして、そのまま出てきたんだと思う。違う、俺一緒にいたから、俺そしたら殺されてない、多分、トリナン先生に。2人きりだったよ、リアクターで。いや、多分ね、リアクターよりはセキュリティのなんかっていうのがあったんだと思うよ。カメラ。細かいな。ほんまほんまほんま、アイゴリ、これマジで。にしたいはあったの？だってアイゴリはさ、トリナンさんと別にセキュリティ一緒に入ってないよね。俺だってセキュリティから出てくるとこトリナンさんしかいなかったもん。まあでも俺二人きりでやられてない、多分リアクターで。そしたらでもね、セキュリティ二人出てきてんだよな。にしたいあった可能性あるよ、そこでも。もしかしたらトリッピーはにしたいあったって言ってたよね、さっき。にしたいあったっつったの？トリッピー言ってない。にしたい上がってるって言った。西田上がってるって言った。西田上がってるって言った。ねえ、おかしい。ここはボタン、さすがに。さ、押す、なんかトリッピーっぽいから、むしろ押してあげるか。あ、死んでる人はミュートでお願いします。はい、一応来た。うん、はい、まあ投票もばらけてたし、すごいバラバラだったね。まあ4票は入ったけど、議論継続する、うん、俺どうしようかなと思って。もうトリナンさんも言っちゃったな。トリナンさんも、ね、うん、あれ、セキュリティから出てきた人ね、多分ね、茶色かオレンジだと俺思ってて、うんうん、あ、オレンジではない、あのナビゲーションであのすれ違ってる最後のギリギリで。ありがとう。そうなんだ。ありがとう。真右にいたから無理。ウェポンでその前に2人見てるから、あの距離的に無理だね。キューちゃんのところで見てる目撃情報ない？キューちゃんは。ありがとう。停電の時にエレクトリカル直しに行った。その時に終わった後ストレージ行って、左、あの右下のゴミ箱捨ててたんだけど、見
てない。それは誰かには見られてないんだ。僕エレクトリカル停電の時ね、2人一緒にいたはずなんだけど、確か最初1人がトリッピーでもう1人が誰かだったと思うんだけど。コエロちゃんとかなんじゃない、場所的にっていう。じゃあ分かった。あでもコエロちゃんはセキュリティにいるから。ああそっか。うん、誰だろう。メガちゃん、なんでコエロちゃんってセキュリティにいるの？僕とメガちゃんは不可能で先言っとくわ。あ待って、なんでコエロちゃんセキュリティにいるって分かったの？俺はセキュリティに入っていくのが見えてたし、俺がレポートをしたからさ、コエロの。レポートで光ったのってタラチオだよね。ん？俺コエロちゃんじゃないの？あ、俺コエロちゃんの死体を発見してレポートボタンを押したんだよ。出てきたの黒だった？出てきたの黒だった。覚えてない。じゃあそこに2死体あったの確定だ。じゃあ2死体だ。ええー？いやそれを知ってたトリッピーはやっぱ確定で、やっぱそ中に2死体入ってて出てきた人がインポストだと思うから、たぶん茶色だと思うんだけど、見間違いの可能性まだあるけど。いやセキュリティは絶対入ってない。そうなの。あ、今日はトリッピー、トリナン先生。今日はね、トリナンさんを釣るかスキップか二択だね。トリナンさんかスキップの二択。私トリナンさん、俺はスキップしようかな。お、じゃあ嫌なわ。じゃあそういうことで。青色のメガちゃんが死んでました。O2、O2。私アドミンで見てたんだけど、エレクトリカル3人、アッパーエンジン1人、うん、ウェポン1人で O21 人になったから、うん、で多分その1人が最後、本当に最後ずっとアドミンに見てたから。うん、まずエレクトリカル3人いた人を、エレクトリカルトリナン先生と言ったんだ。トリナーアイの戦士と。もう一人わかんない。3人いたの。俺いた。あ、ごめん、2人かもしんない。で、アッパーエンジン1人、待って、2111。あ、じゃあごめん、2人だ。エレクトリカル2人で、アッパーエンジン1人、ウェポン1人で、私アドミンにいた。うん、ちょっと待って。で、メガちゃんが死んでたのは O2 か。じゃあウェポンにいた人が有力ってことね。え、いや僕だと思うよ、多分ウェポンいたのは。まあ、そうなんだ。直前でしょ。だから僕カフェテリア、ウェポン行ってオツ発見だから。ああ、僕だと思う。どこに行ったタイミングなんじゃない。見に行ったタイミング、見つけたタイミングの話か。アイゴリは何。あ、エレクトリカルに鳥なんと一緒。あ、そうそう、最後に鳥な先生とずっといた。そうか。ちなみに僕はセキュリティに最後行ってます。バキウカになる。じゃあセキュリティ、セキュリティ、僕。キュウちゃん、セキュリティいたよ。キュウちゃん。あ、セキュリティ？え、だからセキュリティからアッパーエンジン行った？行ってない、行ってない。ずーっとリアクターとセキュリティ間しか移動してない。いや、俺メドベイにいたよ。あ、じゃあそっちじゃない？スツがアッパーが通ってメドベイ行ったじゃない？僕がウェポンから O2 に行く時間があるから、多分。セキュリティに行ったかどうかごめん、確認できてなかった。あ、俺最後はカフェテリアかもしれない。いや、いなかった。見てない。カフェテリア。いたんすよ。できないから。わからん。カフェテリアで読み方ってる。そうでしょ。大ボケかましてきた。ゆうちゃんが、おとびの、おとびに、本当のこと言ってるんだろう。
ミの情報合ってるっぽいから、ここで嘘ついてるんじゃなくて、した後に本当のことに。はするけどな。しかもないよな。左で、今度見てる。だから。めっちゃ声入ってんね、まあ、スピーカー解除ちょっと遅らせた方がいいのかな。ああ確かにそうかもしれないですね。うん、ズズ、ズズがずっと見えなかったんで押しました。あ、本当だ。あ、マジじゃん。見なかった。案の定死んでたけど、どこにいたんだろう。レポーン2人で多分そうだと見た、見て、コミュニケーション向かってたと思う。右側でコミュニケーションまではついてないな、多分。右側でキュウちゃん、ズズ、愛の戦士をウェポンナビゲーション周りで見たかな。コミュニケーションがなってる時に。コミュニケーション一回バケリンとなんか無線みたいなやつやった気するけど。そう、直して、でその後はアイゴリトリナン、うん、僕で一緒にエレクトリカル側ってか左側にずっと一緒にいたかな。うんで、その3人でリアクターの、あ、違うな、うん、いや、私も来た。バケユカと、キュウちゃんが、リアクターは3人目がいた。ズズ以外全員か、あれはもう。だから右側で死んでるかな。バケユカも早かったんだよね。うん、そうだね。初日のセンターのアリバイ、どうだったっけ、覚えてないんだよな。なんだっけ。個人的には、昨日、前回、メガが殺されたタイミングが、センターが自分で殺して、その自分でレポートしたんじゃないかなって説が自分の中で一番高いんだけど、それ反論しとくと、リアクターを直したのがトリナン先生と僕とバケユカだったかな、うん、多分その時にトリナン先生と上に行こうとして、うん、下に行こうとしてみたいな下り方と、うん、やった。そっから僕最速で O2 行ってるから、うん、それだったらなんて濡れないの2人に。トリナン先生で他の人がどこにいるか分かんない状態、うん、だから殺したならもっと放置しといた方がいいっていう。ああ、トリナンバーケットで濡れたらレポートする必要ない。それって私に被せられたりできなかったの？うん、キューちゃんに被す。わかんないよ、キューちゃんはどこにいたか。僕トリナン先生があれインポスターだったら二郎残ってることになっちゃうから、そしたら今日終わってると思うんだよな。釣れちゃったよ。あ、なるほどね。トリナー先生白いんだわ。おー暑いよー。あーちょっとそうだった。ちょっと、ね、まともな人しか残ってないじゃん。苦情あるんですけど、苦情が、はい、どうしたどうした、苦情があるんですけど、はい、ちょっとちゃんとしすぎじゃないですか皆さん。まあ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 しょうがないよ、しょうがないよ。でも今のしょうがないのよ、ナナコさん。超上手だったぞ。ズズとかが、ズズとかがさ、俺は全然わかんねえしとか言ってくんないとさ、空気あったまんないじゃん、ズズがさ。現場監督、でもそれしょうがないですよ。しょうがないですよ。現場監督。あ、でもだから俺ら、あれは同じところで2人殺して、そのまま2人とも同じところから出てったやつらは悪い。それ上手い人はなかなか手抜けんよ、これは。ちょっと。だから俺らがちょっとずつ合法的にそういう方向に空気を入れていくしかない。そう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 。頭悪い人がやばい。僕ちょっと容疑者位置だったからちょっと。いやセンターはもう別にどういうポジションだって分かってるからいいのよ。次殺すからいいよ。もうセンターはちゃんと殺しても。頭いいやつから殺そうぜ。たださ、ズズくんちょっと履き違えてない、今日のズズくん。ちょっとディレクター、ディレクター、ズズくん背伸びしてるね、背伸びしてる。自分の持ち味生かして、ちょっとズズ、これ約束、次の試合1回会議中に1回絶対一発ギャグやって。オッケー、分かった。やっとくれ。あー大事や、なんで俺だけそんなのするの。いいタイミングだよ。あーいいタイミング、分かった。約束な、良きところだね。はいはいはい。なんで分かったの。釣られそう。断れ。じゃあもう慣れても分かったっていうのが染みついちゃったんだよ。だよだよ。ずず滑ったら宇宙に追い出すからね。なん
あー、いいね、いいね。じゃあ問答無用でね、問答無用だよ、それは。いや、絶対そうなるよ。しかしねえじゃん。絶対問答無用よ。いいタイミング、いいタイミングで続いたの。いいタイミングね、分かったわね。モンスターとクルーメイトと続がいるってこと。そう、ギャガーがいるから、ギャガー。ギャガー、人狼でもねえから。ギャガー。勝負が終わるまでにズズが生きてない、ズズが生きてるとズズの勝ちになっちゃうから。そうだ。